もこんにちは、ギタリストの小川智成です。今日はですね、こちら1957年製のギブソン ES125 について本音でレビューしていきたいと思います。このギターは2018年に買ったので約4年間使ってきました。で、4年間の使ってみた感想をお話ししたいと思うんですが、まずスペック的にですね、まあ音先に聞きましょうか。こんな感じ。このアンプすごく相性いいなと思いましたね、このギターに。すごく弾いてて気持ちいいです。非常に気持ちいいですね。ということで、まあ、このアンプのことはまあ今日は置いといて、このギターは1957年製のヴィンテージで、ナット幅が 43mm で、分厚いですね、バットみたいなネック。60年代になるとナローネックっていうのかな、細いネックになって 40mm ぐらいなのかな、39とかまでいっちゃうのかな。細いネックで薄いのもありましたね。結構 4,5 本試奏させてもらって、ずっとね60年代のを探してたというか弾いてたんですよ。で、全然しっくりこなくて、で、とあるお茶の水の楽器屋さん、とあるというか、まあ、リトルバーズさんっていうところで買ったんですけど、すごくいい店長さんで親切にしてくださったんですけど、で、これ弾いた時に 43mm のナット幅の分厚いネックで、もう持った瞬間になんかもう来たって感じになりましたね。で、フレットは打ち替えてあります、近代に。まあそんなにジャンボじゃない普通のフレットですね。で、ペグはオリジナルのペグですね。で、ボリュームポッド、トーンとか、これもオリジナルのままで、ボリュームが、この頃ってそうなのか分かんないですけど、すぐ消えちゃうんですよ。7ぐらいで、ほぼ1ぐらいになります。うーんっていく感じですね。ほらもう、まあ、ゼロにしたらもちろんゼロになるんですけど、1,2,3,4,5,6,7、ああもう8,9あたりからグッて上がる感じなんで、ボリューム奏法とかなかなかできないですね。すぐストンって落ちちゃう感じですね。で、一応ポッドとかもヴィンテージのまま、57年のまま。で、ピックガードもオリジナル。そうね、ピックアップもオリジナルですね。その他変更点はないと思うんですけど、フレットだけ、フレットとナット交換かな。で、すごい、ヴィンテージとかって言われる前ね、このギターは廉価版
の安いギブソンのフルアコだったんで、結構ね、キリで穴開けてあるんですよ、ここにあのブリッジの位置を示すために。ちょっとちっちゃい穴が、もう昔雑に扱ってたんでしょうね。でもこのキリの開いた穴だとチューニングがずれてるっていうここじゃないよっていうとこなんですけどで、そうですね、まあ裏はこんな感じになって、あんま見にくいんですけどね。今弦はトマスティックインフェルトかなの11だったっけかな、確か11から始まるやつをつけてると思います。1312と比べてつけてって、今11をつけてる状態ですね。あの向こうの後ろに置いてある斉藤ギターは多分13から始まるやつをつけてて、まあ本当にね、音とか弾き心地が違うので、夢はギターをそれぞれ同じようなギターを 3,4 本揃えて、それぞれ弦を変えてったりメーカーを変えてったりして弾き比べていきたいっていうのは一つの夢ですね。ストラトも4本、テレキャスも4本、3本でもいいですけどね、レスポールも3本4本持って、それぞれ弦のゲージとメーカーとそれぞれ違って、でその都度弾き比べてあれやこれやと考えていきたいっていうのがまあ一つの夢ですねで、弾き心地はですね、非常に弾きやすいですね。僕がジャズギター始めようと思った時に初めて買ったザ・ジャズギターみたいな感じなんで、まあ、思い入れも強いですし、まあ、何よりね、初めてのヴィンテージギターってことでやっぱテンションは上がりましたね。でこのヴィンテージギターって実は僕の中では憧れはありつつも、まあすごく古い中古ギターというスタンスで考えていたので、まあ昔ね、チャーリー・クリスチャンが ES150 だっけ弾いたとか、ウェス・モンゴメリーが L5 を弾いたとかといって、ヴィンテージの L5 とか150を欲しくなる気持ちはすごく僕もあったんですけど、でも昔の人たちはそれ新品で使ってたしなっていう、新品で出たのを弾いて今となってそれがヴィンテージになってるので、まあ、結局新品だしなとか、まあその頃使ってた木材がねもう使えなくなってたり希少になってたり、同じ材だったとしても質が高い低いとか作りが悪いとか、まあ、今はね、とはまた作り方が違うのでまたいろいろと要素は違うんでしょうけど、まあ、古いか新しいかで言ったら昔の人たちは新品のギターを使ってたわけだから、まあ、今でも新品の方がいいんじゃないかとこう思ってたんですよね。でもまあ心の奥底にヴィンテージってかっこいいなっていいなヴィンテージっていうのは持ってました。ただなんかこう手が届かないので、どうせでも昔の人は新品だったんだからっていうふうに、まあちょっと拗ねてたんですかね。でもなんかそのちょっとしたやっぱヴィンテージ欲しいなって、
自分のミーハーな気持ちに正直になってみようかなと思って、ちょっと一念発起して買ってみたんですよ。まあ、と言いつつもね、これ買った当初は2018年の頃はこれ25、6万だったと思います。消費税も 8% とかだったかな。まだね、それぐらいだったような気がするんですよね。あんまり詳しいことは忘れちゃったんですけど。で、今これだいたい 3,40 万になってるので、ちょうど今ねコロナ禍で、アメリカに買い付けが行きにくくなってるということもあって、フルアコが、ヴィンテージのフルアコがすごく日本に流通してないってのがあって、どんどん価格が高騰してますよね。で、今はちょっと高くなってますけど、まあそれでも 3,40 万で買えるギブソンのヴィンテージって本当この辺だと思うんですよね。なので、僕もその頃、25万ぐらいでこれを買いました。で、最初はねラウンドバンドが貼ってました。ここが、アコギみたいな弦が、ブルースを目的として、販売されてたと思うんですよね。こんな感じでね。でもまあ、フラットワンドに変えたらやっぱジャズの音になりますね。うん、いいですね。で、買ってから若干弦高が高く感じたので、ここをブリッジを下げてもらおうと思って、リペアショップに持ってったところ、もう限界だということで、少しブリッジの下を木を削って低くしました。手を加えたのはそれぐらいですね。あとはもう、買った時のままですね。で、結構頑丈なギターで、毎日僕ギター、ジャズギター練習してるので、この4年間弦張りっぱなしなんですよ。毎日弾いてるので。でも何の、反りも出てこないですね。お腹のへこみも出てこないですね。テイラーギターの取扱説明書に書いてあったんですけど、テイラーギターに限ってですけどね、テイラーギターは弦を張りっぱなしにして保管しておくことをお勧めしますという、それを目的、それに対応するようにネックを作ってますって書いてあって、でボディが膨らんだりへこんだりするのは弦の張力というよりかは湿度管理とか温度管理による木の変化であって、張力とはあまり関係がないので、湿度管理と温度管理だけはしっかりしてくださいみたいな感じの内容だったと思うんですけど、ギブソンにそれが当てはまるかどうかは分かんないんですけど、4年間ほぼ張りっぱなし、弦交換するとき以外ほぼ張りっぱなしで、何にも異常がないので、頑丈なギターだなという感じですね。僕の中の一つの考えとして、弾かなきゃ意味がないというか、練習してうまくならないと買った意味がない、どれだけ弾くかがこのギターを買った僕の、まあこのギターの価値になるというか、まあね、ヴィンテージ買って弾かなかったらただの骨董品になっちゃうので、どれだけ弾くかが大事だと思っているので、パッと手に取ってパッと弾ける環境を整えていくという、感じで、まあ、常に張りっぱなしなんですけど、
音もね、まあ、当初のままいい音ですね。あ、でヴィンテージを買って、果たしてその最初の頃新品と変わらないだろうって思ってた気持ち、新品だってヴィンテージだって大して変わらないだろうって思ってた気持ちに変化は現れたかと言いますと、音に関してはぶっちゃけ分かんないです。枯れてると言えば枯れてるし、深みが増したといえば増してるような気もします。比べてみるとね、違いますよ全然。やっぱり新品のギター、例えば新品の175とかと比べた時とかもやっぱ違いましたしね。175はカッターウェイになってんで、それもまた違うんですけどね。とにかくこのギターの新品ってないので、こう正確には比べられないんですけど、ただね、斉藤ギターとか新品で買ったフルアコとかと比べた時に、まああのやっぱり音は違いますけど、それがヴィンテージのせいというかおかげなのか、 年代によって生まれた音の違いなのか、はたまたこれの持ってたそもそもの、ポテンシャルの音なのかがちょっとまだ分かんない感じですね。175の新品と175のヴィンテージなら今でもね比べられると思うんで、いつかそういうのもやってみたいですね。で、何が違ったか、一つだけ違ったことはやっぱ弾く時の自分の気持ちですね。やっぱ今でもねこれ持った時にね、おーっていう、なんかこう1957年からこのギターはあったんだなっていう、なんかここまで元気でいてくれてありがとうみたいな感謝の気持ちは出てきますね。僕のとこにこう巡り合わせで来たんだなっていう、なんかその妙なね感慨深いものだけは新品では味わえないところなのかもしれないです。だからなんかこう演奏をねしてる時もなんか一つまた違った気持ちが出てくるというか、感慨深さがありながら感じながら弾いてる感じですね。ちなみにこれにリバーブとかディレイとか足してちょっと現代風にしてみるとこんな感じです。
と、まあこんな感じになります。なんかやっぱ、違いますね。やっぱ気持ちの問題なのかな。非常にヴィンテージと最新のアンプとの組み合わせ、自分の中では心地よく感じますね。だから、いい悪いとか、弾きやすい弾きにくいとか、新しい古いとか、まあそれぞれの価値観があるんですけど、なんかいいんだよねっていう、理由はちょっとわかんないんだけどっていう感じですね。なんかいいんですよね。で、まあ、こう ES125 って、まあ、廉価版、まあ、175よりも安い機種で、僕もね、じゃあちょっともうちょっと175とか L4、L5 とか、まあその他ね、ちょっともうちょっと上位機種狙っていこうかなって思った時期もあったんですけど、実際、175も何本か試奏させてもらったり、したんですけども、まあ多分3倍から4倍の値段差がついてますよね。多分今もう50年代の175なんて100万超えですよね。お金があったらね、175バシッとかってこう2本揃えたいとこですけどね。ちょっとね、4倍100万超えのギターを、買うにはちょっと勇気がいりましたね。で、何度か見に行ったんですけどね、やっぱりやめちゃいましたね。このギター、こう生音だけです。これ生音です。これ十分いい音ですね。いい音なんですよ。ということでね、まあ、つらつらつらとおしゃべりさせていただきましたが、現在だいたい 3,40 万で都内で 1,2 本流通してます。なので、まあちょっと勇気を出せば、僕はね、僕のレベルで言うと勇気を出せば買えるヴィンテージっていうとこの辺かなと思いまして、一つご紹介させていただきました。まあその下になると、ギルドとかね、エピフォンとかの同じようなタイプが結構20万円台でもあったような気がするんですけど、今もうね、ほんとコロナ禍で買い付けができない関係で全然フルアコがないですね、ヴィンテージの。なので何とも言えないんですが、僕がこれを買った頃には、同じような20万円台の中にエピフォンのこういうタイプとか、ギルドのこういったタイプもありました。ギブソンよりかはちょっとお安いお値段で、その辺もね結構狙い目だとは思うんですけど。ということでね、ヴィンテージって結局ただの古い中古じゃん、すごく古い中古じゃんって思ってましたが、いろんな感情を含めて、演奏性、音で、僕の中のモチベーション、気持ち、感情、全部含めた時に、やっぱりなんか一本欲しい、一本あって欲しい、買ってよかったなって思うギターです。ということでね、一つ参考になったらこれ幸いです。ということで、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。また次回もぜひぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。